1944年9月4日、ブリュッセルに入場するイギリス軍を迎える、群衆ベルギー料理でも最も人気がある、ムールフリット、蒸したムール貝とフライドポテトのセットを指す。ベルギー人は、主に西ヨーロッパに位置するベルギー王国の国民を指す語である。ベルギー人という言葉は、比較的新しい、1830年革命の影響を受けて、臨時政府の下で、 独立国家が成立し、国民会議が設立される動きにつながった。ベルギーという国名は、紀元前1世紀の古代ローマによる侵略前、ベルガイに居住していた、ゲルマン人とケルト人の根血の部族の故障より、由来する。1789年に勃発した、ブラバント革命により、ベルギーが死州国が成立したが、この時点ではまだ形容詞に相当する。 ベルジャンという子は存在しておらず、フランス語の名詞、ベルジック、またはベルジェムが使用されていた。詳細は、ベルギーの文化を参照ベルギー料理は、近隣の料理の影響を受けながら、独自の料理を発展させてきた。時々、ベルギー料理は、ドイツ料理のように量が多いだけでなく、フランス料理のような質の高い料理を提供していると言われる。また、 年間に平均して84リットルも飲むビール好きの国民性で知られ、ベルギービールが世界で最高のビールだとする主張も存在する。ベルギーの漫画はベルギーが20世紀に世界的かつ永続的に影響を与えてきた数、少ない芸術の一つであり、ベルギー文化の不可欠な部分として認知されている。世界屈指の漫画大国として知られ、 淡々の冒険、スマーフなど数多くの名作が生み出されてきた。詳細は、ベルギーの言語を参照ベルギーでは1984年に出生地主義の原則が確立されており、単一民族国家ではない。ブルッセルは地理的にも言語的にも飛び地となっている。1830年の独立時にはオランダ語の話者が過半数を占めていたが、その後に、 フランス人が多く移り住んだために現在ではフランス語の話者が圧倒的多数派の街となっている。ベルギーの人口の約60%を占めるオランダ語話者のフラマン人は言語や習慣の違いで明確に区別できる集団を形成している。一般的にはフラマン人は特に国レベルで自身をオランダ人であると称することは稀であるし、その逆もしかりである。 フランス語話者のワロン人は主にワロン地域に居住している。ワロン人はベルディー国内でも独特のコミュニティを形成している。ワロン人の言語、宗教、伝統、民間伝承などはフランス人のそれの強い影響を受けている。77-00人と旧市町村を抱えるドイツ語話者のドイツ語共同体も第三の合法的なコミュニティとして承認を受けている。詳細は ベルギーの宗教を参照ユーロバロメーターの2012年の調査によると、ベルギー人の約58%がカトリック教徒、それ以外のクリスチャンは7%、ムスリムは5%、無宗教が27%という結果であった。ブリュッセルを中心に近年は急速な世俗化が進行している。ブリュッセルでは1967年に82%の 子供が洗礼を受けていたが、2009年には、その割合は4分の1以下にまで低下している。詳細は、ベルギー人の一覧を参照。ありがとうございます。